マジか？放火かしら。放火、火をつける。ガス爆発じゃねえのか？ビデオ持ってきなさい、ビデオ。350ml の円柱に満たされた液体を、全然気分転換にならないよ。助けてくれ。私をどっかにかくまってくれ。どうしたんですか？化け物が追っかけてくるんだ。早くどっかにかくまって、頼む。ねえ、頼むから静かにしてよ。僕明日入試なんですけど。それどころじゃない、こっちは命に関わるんだ。こっちだって結構切実なんだけど。懐かしいな、かくれんぼの時ここに隠れたら絶対見つからなかったんだよな。なんで僕まで一緒に逃げなきゃならないんですか？近いうちにまた会おう。仕方なかったんですよ、ギガーのやつが。この子釈明の余地はない。バディ・シフォン・アルティラ捜査官、君は重大な過失を犯した。君のやり方に無理があったのだ。誰なんだ？用意はできてるな？そんな、私嫌です、こんなチンケな地球人と。なんてチンケって僕のこと？ほっといてくれ。なんか気持ちいい。このまま目が覚めなかったりして、そしたら急げ、生命反応が切れる。なんだかな。なんでツトムは日曜なのに学校行くんだ？今日は都立高の入試ですよ。
なんで制服着てくんだ。お父さん、あんまり勉の神経を刺激しないでくださいよ。それでなくともあの子。でも、入試に制服着てくかな。顔洗わなくちゃ。ちゃんとご飯食べないと試験中にお腹減るわよ。時間ないんだよ。スタム、なんでその制服着て。お父さん、制服のことはいいの。いや、しかしだ。覚えたことが全部耳から流れる。スタム、落ち着きなさい。受験票は持ったの。はい。お、落ちた。落ちたな。行こう。はずみ、お父さん、なんちゅう家族だ。行ってきます。まだ夢見てんのか。深く考えるのは後にしよう。昨日のガキだ。死んだはずじゃなかったのか。妙だな。とにかくレビ様が帰るまでに連邦捜査官を処置しておくんだ。あんた言うだけで気楽だな、ゴメス。ここだ。センカウ君、おはよう。はやみや。センカウ君もここ受けるんだ。よかった。うちのクラスじゃ私だけかと思ってた。うん、まあ運試しっていうか。頑張ろうね。じゃあ。